討論会自体についてはあまり実際の政治の状況がどうというのに関わらず、やらなければいけないものだし、意味があるものだと思っています。で、党会としては原発をなくすとか原発ゼロを目的にしているわけではないので、原発を容認する学者の方と反対する方とで、専門家としてどこが一致して、どこから一致しなくなっているのか、またその一致しない原因は何なのか、そういったところが明らかにこう浮かび上がらせるようにできればいいなと思っています。それでは始めさせていただきます。みんなで決めよう原発国民投票第2回の原発イエスオーの公開討論会です。今日は専門家が論じ合う原発の安全性。で、前回踏み込めなかった、時間が足りなかったというご意見があり、今回はではもっと踏み込みましょうということで、マニアックも許されるという初めての原発国民投票の討論会であります。で、それぞれ、反対派容認派というふうに呼ばれ、すいません訂正します。原発推進派と脱原発派と言った方がいいんでしょうか。その対比でお二人ずつお招きしてまして、プレゼンは5分10分でそれぞれプレゼンしていただけるということで、5分ずつ、5分目安でプレゼンしていただきたいと思います。後藤さんの準備ができたようなので、では後藤さんよろしくお願いします。皆さんこんにちは、後藤でございます。私からはですね、端的に原発の安全性についてお話をいたします。で、ポイントはですね、私自身が、原子力プラントの格納容器というものの設計に携わってきたということが、私としては一番主張したいと思いますね。で、格納容器というのは何かということなんですが、今回事故がありましてですね、ここにありますように、いわゆる止める、冷やす、閉じ込めるという3つの機能を原発は持つ必要がある。止めるというのは核反応を止める、冷やすというのは原子炉を冷却するですね。で、閉じ込めるというのは放射能を外に出さないように格納容器というスティール、鋼鉄製の大きな容器に入っています。そうすると事故があって、例えば津波だろうと地震だろうと、あるいは他の機器の故障だろうと、配管とか壊れた時にそれを閉じ込める、最終的に閉じ込める機能、そういうことなんですね。で、実はですね、そこの閉じ込める機能がどういう機能を果たしてたかということなんですが、結果としてですね、その閉じ込める機能を失ったんですね。それはもちろん電源がなかったとか冷却ができなかったとかあるんですけれども、要は格納容器というものにですね、中に閉じ込める設計になっているし、大体3気圧から4気圧くらいなんですが、圧力にしてですね、温度でだいたい150度から171度くらいの温度で設計しております。それが格納容器なんですね。で、その中に、この中にとにかく放射能を閉じ込めていれば今回のような福島の事故はないんです。原因の、いろんな原因はまだはっきりしてないところもちょっとありますけども、いろんな地震とか津波とか、要因があって、あるいは機器の故障がある、それから、操作上のミスもあります。そういうものを含めてですね、結果として放射能を、圧力が上がりすぎてここから放射能を含んだ蒸気が漏れてしまった。で、漏れてしまってその後水素爆発を起こしたとかありますけども、問題は放射能が漏れてしまったことと、もう一つはベントといいまして、格納容器からですね、意図的に、これ格納容器がこうあります、ここから水素も含まれてるんですけど、蒸気ですね、放射能を含んだ炉心が溶融、炉心が溶けた状態になりますと、ここから放射能が出ますので、そこからまあ出すルートを作ったんですね。で、これでベントと言ってますけども、これをつけたんです。これは実はですね、私が原子力プラントの設計を始めたのが、1989年なんですね。で、その時には格納容器にこんなものはついてません。当たり前です。原子力格納容器というのは放射能を外に出してはいけないものですから、逃がしベントというのがないんです。普通の
圧力容器ですね。圧力容器というのは例えばボイラーありますね。ああいうものは圧力がちょっと上がったら爆発しちゃうんです。非常に危険なので、逃がし弁という安全弁がついてるんです。何個もついてます。で、必ずその自動的に逃がすようになるってんです。で、圧力容器、原子力圧力容器はそういうふうになってます。ですから格納容器はですね、放射能さえに閉じ込めるでしょ。だからそんなに弁当なんてことしちゃいけないんです。放射能を出して毒ガスは出すわけですから、ありえないんです。ところが、だからそれまでなぜそうかっていうと、過酷事故という放射能を大量に出すような事故はありえない日本では。だからそのままつけなくてよいと、そういう考え方だったんですね。ところが1992年から4年かけて、92年くらいだと思いますが、原子力安全委員会の中でも出てきて、それまでは過酷事故というのは全く起こりえない日本ではといったのを、いや、そうは言い切れない、スリーマイルチェルノブイリを考えると日本でもないとは言い切れないと言い始めて、そこで初めて格納容器弁当をつけざるを得なくなったんです。それがその理由ですね。で、私はその時に、どこまで持つか、格納容器がどこまで持つかというのを研究をしてました。設計というのも研究だったんですね。で、それで、非常にショックを受けたわけですね。本来放射能を閉じ込めて、閉じ込める容器をやってるのに、圧力温度がね、どんな理由にかかわらずここの弁として放射能を外に出すっていうことですね。しかも出すんであるならばね、当然フィルターとかですね、サンドフィルターとか大きいのつけるんですけども、非常に難しいんですけど、大量に出せますから難しいんですけど、大きなフィルターを通して出せば放射能を一定程度低減できる。それすらもつけてない、そのまま設置したんです。これはもう最悪なんですね。で、私はそこの時愕然と しました、正直言ってですね。で、ただそれは私は投資家の中におりまして、そういうことを市長は中でですね、研究やってる中で話をして、このイベントという国はフィルターになって話までしてるんですね。で、東京電力には確かそういう方法で提案はしてるはずです。ただ結果としてつけられなかったんですね。それが非常に残念だと言いますかね、まずかったと思います。で、問題はですね、ですからフィルターがなかったことはいけないんですが、問題はそっちじゃないんです。フィルターではなくて格納容器自身が小さすぎて弱いんです。ちょっとしたことでダメになる。もしたまたまですね、ダメだったら1号機だけダメであっても2号機3号機持つはずでしょ。1号機2号機3号機全滅してるんでしょ、動いてる。ということは何かというとですね、そういう地震とか津波とか、それは背景になりますが、もっと本質的にこのプラント自身が持っている特性としてダメであるということを私ははっきり申し上げたわけです。その対策をですね、できてない。で、これは簡単ではないんですね。多分後から村林先生の方からいろいろ意識的なお話もあると思いますけど、私は簡単にできないと思っています。努力することはやるの分かりますけど、そんなものできない。で、最後は格納容器が弁当せざるを得ないようなものだったら、私はそんな現象が認めないというのが私の考えです。非常に雑把なものの言い方ですけど、そういうふうに考えざるを得ないんですね。ですから、フィルターをつければ弁当して良いかというと、そんなことはない。フィルターをつけるべきです。もし再稼働するなら、絶対なきゃダメです。毎日それ。だけど、それが安全かというと、実は他の壊れ方をするんですね。格納容器にいろんな壊れ方をする。爆発したようなと。そうすると、水素爆発を起こしたり、水蒸気爆発を起こしたりすると、それはダメだ。そういう関係になります。ですから、フィルターをつけるというのは、格納容器弁当につけるというのは必要ですけども、それで十分なわけではないということが重要なことです。というのも私の以上です。ですね、今後藤さんのお話があってですね、いろんなことが防げなかったっていうんですけども、まあ、確かにその通りなんです。それで今回の人工1号機から3号機、まあ、4号機や3号機とともに道連になりましたけども、これを見ていきますと、例えばこの自然空冷系であります、非常複水器、これがありました。ところがですね、このバルブが閉まっちゃったんですね。電源が失われた時にここにあります、赤いバルブ、格納容器のところに2つ前後にありますけども、これが、海水が侵入した時に閉まってしまいました。
それで、まあ、こういう水素爆発をしてしまいました。それでですね、それで格納容器が破損したことによって、放射性物質が出てしまいました。特にですね、2号機の格納容器が破損した3月、15日ですね、ここで、2号機から白煙が上がりまして、この時に、放射性物質が非常に急増しています。でその前に1号機とか2号機をベントしてるんですが、これは1回水を送ったウェットベントというものですので、放射性物質は比較的、まあ、今、この丸ここで書いてありますが、ごくわずかに認識されるところが、核燃料は本当に破損してしまいました。3月15日、これは飯舘村に風が吹いてまして、この時に放射性物質が非常に急増してしまったわけです。それで、このお手元の資料がございますが、先ほど後藤先生の話もありましたけど、フィルター付きベントというのはですね、実はチェルノブイリの事故の後にヨーロッパの国にフランス、ドイツ、スイス、フィンランド、スウェーデン、ほぼ全ての原発に付けたんです。で、私は後藤さんに聞きたいんですけど、なぜですね、これ後で議論したいと思います。なぜ後藤さんはこれを付けるということを主張しなかった。これを付けとけばですね、こんな飯舘村の穴を汚染はですね、もっと軽減されたはずなんです。放射性物質をこし取って100分の1から1000分の1にします。ですから暫定基準値を5倍になりまして、肉捨てなさい、野菜捨てなさい、牛捨てなさいという悲惨な目にありましたけども、1000分の暫定基準値の1000分の5倍、1000分の何倍だったら影響ないです。今頃皆さんは飯舘村を含めてですね、福島の方は平和な暮らしを取り戻していたはずです。で、これはフランスのショーという発電所についているフィルター付きベントです。これは加圧水型原子炉、ね、それからこれはスイスのライフシュタット、これは福島と同じ沸騰水型のタイプです。でこれも直径4メーター、高さ8メーターの2つちょっと建物の間に挟まっていますけど、ここについています。放射性物質がチェノブイリの事故によって飛散したフォールアウトが降った、ヨーロッパではフィルター付きベントをちゃんとつけた。日本はつけてない。でこれがですね、悲惨なことになった。でさらにですね、ベントしようとしたら、バルブがですね、開かないなとかって言ってましたけど、例えばスイスのライフシャットの発電所では、離れたところからですね、ちょっとこの実践しようってみたいですね。エクステンションバーって言うんですけど、バルブをですね、延長棒をつけて、ハンドルを開けて、手動で開けられるようになっているんです。ちゃんと手動でですね、ベントができる。だからバッテリー見つけてこなくてもいいんですね。はい、よくありがとうございます。で、まあ、こういうこともあってですね、私は今福島の事故を特にですね、受電設備の耐震性、それから海水が侵入してしまった水密化の対策、高台にちゃんと電源を置かなきゃいけないということ、それから、冷却源が今途絶えてしまった、こういうことを、それからですね、さらにこのフィルター付き弁当をですね、つけなきゃいけない。これずっと私主張を続けまして、昨年の9月の原子力学会ではですね、会長からヤジ飛びました。それでもですね、ずっとこれの必要性を私は主張を続けて、これがつくことになりました。ファインの方で、これをつけるということが今年の2月に、正式に決まりました。それで、まあ、あとですね、こういうその核発電所に、水密ドアがですね、しっかりしたものがついてきています。ですから、この津波、大規模の津波があってもですね、しっかりしたその津波に対する備えがある、つまり重要なポンプが、この高台の電源と組み合わせによって炉心注水、それから格納容器の冷却スプレー、こういったものが使えるようになってきています。ですからこういうその安全対策をしっかりとっていくということが非常に大事で、これをこういう対策が、この 3.11 までに取られてなかったということが非常に大きな反省事項だというふうに思います。ちょっと長くなりましたけど、以上にいたします。また後で、質問に応じてご説明いたします。